久保さん、早いですね。おはようございます。まあ、僕の元にも相談来てましたね。ちょっとこれから、風呂入ったらやりますけど。まあ、あの、二極化の正体。うん。まあ、確かに久保さんが言う通り、あれですよね。まあ、二極化の正体に行く前に、あの、周りの、周りのなんだ、あの、5人を割った年収が、 あのー、あれみたいなねお風呂,お風呂は行いちゃいましたね <laughs> あのー、嘘ですね、まあ、言葉は変わるし言葉は進化するっていう話じゃないですかねもはや久保さんも周りにいてます <laughs> まあ周りにね、まあ、ご近所、まあ、一軒家でご近所でいると思いますけどその周りに今いるだろうし、まあ、僕も 隣の人とここ5年いてますけど隣の人挨拶したことないっすね <laughs> うんうまあ単純にあれじゃないですかあのー、うんシェアできるかっていう話ですねだから昔と今が違うのは本質は変わってないんだけど使えるものが変わったって話ですね 例えば、あのー、伝え方が変わったって話ですね。例えば、まあ、あのー、槙原さんのね、世界に一つだけの花とかね、ツモローこの世界に一つだけの花も、もう何百万枚売れたらしい、ツモローもミリオンはいかなかったけど、80万枚ぐらい売れてんじゃないですか。岡本麻代さんの。うん。あと、ザード、ザードの負けないでとかね。負けないでっていう。 なんか、そんなにすごい歌詞かっていうと、負けないでですよ。多分負けないでとかも、どうですかね。24時間テレビとかでもた、ま、た多分結構、トゥモローと負けないでとか、あれですよね。マラソンしてるときに多分流れる曲だと思うんですけど。うん。あと、愛は勝つとかね。古いですね、久保さん。え、これってなんか、すげえ歌詞なのかっていうと、愛は勝つ。うん、とかうん、負けないでとかね。 負けないでどんな時もみたいなね「負けないで」の歌詞どんな感じだっけなうんこのパステルカラーの季節に恋したっていうのはまああれかもしれないですけどね「負けないでもう少し最後まで走り抜けてどんなどんなに離れてでも心はそばにいるわ追いかけてはる遥かな夢を何が起きたってへっちゃらな顔して うん、まあちょっと予習者はねあのコピーがさえ渡るところはありますけどまあ歌のタイトル負けないでですからねだからその伝え昔はそのなんだろうなうーん歌手デビューして CD にして CD にしないと多くの人に広められないっていうのがあったんだけども今っていうのは個人がこう発信できる時代になって別にその レーベルに所属しなくても CD 出さなかったとしても別に YouTube でねあの自分の,あの歌をシェアして有名になった人いるわけですよこれはまあ一つの事例を言うならば56年前ですかねウルさんっていう人がいるんですよであの僕 Facebook やってた時にね、まあ、このウルさんっていう人を見つけてかいろんな人をカバーして歌ってたんですよ まあカラオケではないですけども、まあ、カラオケ。まあ、ベースとしてはカラオケなんだけど、自分の世界観を出して、で、カバー曲をバンバン出してたんですよ。これ100本くらい出してたんですね。で、僕、それをすげえ見つけてね、そ,、まあその時ちょうど YouTube めちゃめちゃリサーチしてて、まあ、音楽もそ、まあ、いろんなものを見てたんですよね。で、そのたま、歌のジャンルでは、ウルさんっていうのを見つけて、で、Facebook でね、それをシェアしてたんですよ。めっちゃいいよ、みたいな。そしたらね、 あのめちゃくちゃゃくいいいですよみたいなねじゃあウルさんどうなったかっていうとまあそのブログとかも読んだんですけど、まあ、全くの売れない時期もあったりとかして試行錯誤してただ YouTube でこう発信し始めてで結局それが火種になってメジャーデビューして今なんかねすげえその映画の主題歌になったりとかドラマの主題歌になったりとかもうすでチャンネル登録者数ももう100万人いくのかなウルさん。 でも、もともとじゃあ、あのー、YouTube ですからね、この人。ウルさん。ウルさん、今、ど、どんぐらいんだそう、まあ、昔、1年前か、その、TBS のドラマで、テセウスの船っていう、そ,その主題歌にもなりましたし、今、ソニーのね、あのー、なんか C M てき、CM に適用されたりとかしてますけど、今、71万人ですね。僕、ウルさんが、な、ウルさんが、 数万人の時ですね、多分。5、6年前なんで。5年前だったと思うんですけど。うん。うん、5年、五6年前ですね、これ。このカバーを歌ってた時。あ、7年前か。まあ僕が発見したのは5、6年前だと思いますけど。ずっと YouTube で発信してて。で、結局それがね、支持されて。で、このウルさんの、 最後のね、あのー、ワンマンライブ、そのメジャーデビューする前のワンマンライブが、僕はそのね、これ、覚えてるのが、この,この本をね、僕が出筆してた時なんですよ。だから5年前ですよね。で、この本を出筆しながら、ウルさんの曲を聴いて、この本を出筆してたんですよ。でね、すごいなと思ったのが、まあ、一応僕、応募したんですけど、 この本が一応その3月30日、あのー、先行販売みたいな、まあ登録、アマゾンに登録とかね、まあそんな感じだったんですよ。で、そのウルさんが3月30日に最後の公演をすると。でそれを応募したんですけどむ、あのー、落選しましたけど、すごくないですか。<laughs> なんかこそのウルさんを聞きながら書いてて、そのウルさんもメジャーデビューするみたいな。でも僕も本出すぞみたいな話なんですけど。 でいおあのお、同じ日だったんで、なんか運命を感じたんですけど、まあ今、すごいもう売れましたよね。だからその、まあ、昔はその CD を出さないとって話でしたけど、今は別に自分で個人で発信して、えーそれ、そういうふうな、なんだろうな、できるようになったわけですよ。まあ、売るん以外にも、他にもいろんな事例はあ,り、まあると思いますよ。ただ僕がもう一番、 もう間近に見た、見てきた、目の前で見てきたというかね、うん一つの成功事例かなと思いますね。だ要は、うん、なんかそのシェアするっていう話ですよね。で、今は、CD とかも結構、まあ、レーベルが CD を作ってね、まあ、こう配ってるわけなんですけど、本質はシェアなんですよね。 自分の歌を多くの人に伝えるために CD という形をつしかなかった昔はね、うん、まあインターネットなかったですからでその後 CD の後に、まあ、ネットでもね iTunes とかでもねこういろいろネット配信っていうのが始まってでこれが逆転し始めたとだから今は CD じゃなくてネットで聞く YouTube で音楽を聴くとかねあのー、なんだ サブスクで、えー、聞くとかね、アマゾンミュージックで聞くとかね、まあちょっと時代が変わってきましたけど、うん。まあ本質は変わらないんじゃないかなと思いますね。そのシェアするってことですね。自分のうん聞いてもらいたい、シェアしたい、それを何に載せるのかっていう話で。うん。だ今はね、まあ Facebook にもデフォルトでシェア機能もあるし、YouTube にもデフォルトでシェア機能っていうのがあるわけですよ。 だからそもそも、なんだろうな、僕がじゃあ、ウルさんのね、えー、曲をね、5、6年前ね、まだ全然売れてない時ですよ。まあほとんど知らない。チャンネル登録も、まあ数万人、10万人いってなかったと思いますけどね。で、その時にいいなと思って僕はシェアしてました。他人の歌ですよ。他人のコンテンツですけど。でもまあ YouTube にシェア機能ありますし。<laughs> まあ、た、なんかね、 そのまあ、自分でそのコンテンツを作っていくっていうのも、だからこの、ちょっとまだ今ね、動画アップロード中なんですけど、この前、そのあ YouTube でね、いい話を聞いたわけですよ、YouTube 大学でいい話聞いてあ、この話とこの話合うなってことで、僕はその,その動画を紹介する動画を撮ったわけですよ。<laughs> まあそのどうやってその情報発信していくのかっていう、からくりというかね、お手本っていう部分でね、今度はドリームアカデミーア,アドバンスセールするんで、ああ補足として動画撮ったんですけど、うん。だからなんかね、難しくないと思うんですよね。それをやるかやらないかっていうか。 だから久保さんが最後、まあ、言ってましたけどもいいなと思ったら自分がいいな、まあ、そのお,お花畑ですよね、まあ、自分が綺麗だなと思ったら自分でとどめるのかそれを1人でもここ良かったよとかねなんだろうな、まあ、久保さんおせっかいとか,、ね、なんかそういう言葉にしてましたけどいいと思ったものを伝えるそれは悪いことなのか、まあ、おせっかいで悪いことなのか僕はそうは思わないですね。 うん。100歩譲ってですよ。ピンポン、ピンポン、ピンポン。あれよかったんだよ、あれよかったんだよ、あれよかったんだよ。それはちょっと迷惑になるかもしれないですよ。だけど、YouTube とかネットで配信するっていうのは、別に、相手がね、見るか見な,い見ないかっていうのは選択できるわけですよ。だからでもう、ピンポン出しだと、まあ、ピンポンするとしていくと、なんかもう、それはあれじゃないですか。ちょっと違いますよね、概念が。だから僕は別に YouTube で、あのー、なんだろうな。 あのガンガン発信するとかね、全然おせっかいではないと思います。だってそれを見るか見れないかは相手の選択になんで、うん、まあどん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 いいなと思ったらシェアすればいいだろうし、うん、それをシェアする動画撮ればいいし、ブログ書けばいいだろうし、だから情報発信ってできるんですよ。でじゃあじゃあ。じゃあ 吉田さんの自分のコンテンツじゃないですかじゃ,ないでじゃないじゃないですかみたいなね言われるかもしれないですけど僕の事例で言うならばそのフェイスブックでねそのウルさんの曲をあのシェアしてコメントがもうついてたんですけどねめちゃめちゃいい曲ですみたいなねでその面白いのがそのコメントで AKB の好きな僕のお客さんで AKB 好きな人 AKB っていうか SK なんだなまあ好きな人がいてそのアイドル系好きな人がいるんですよ そのコメント欄に、吉田さん、この曲もいいんで聴いてみてくださいみたいな、シェアし、コメントでシェアし始めるとかね、シェア、でもシェアの連鎖が起きるんですよね。コメントに動画が書いて、リンク貼ってあって、で、結局、じゃあ、そのね、アイドルのね、アイドルの動画をシェアして、コメントでシェアしてくれた、僕にまたシェアしてくれた人はどうなってるかっていうと、今、稼げてるんですよ。 で、その人も YouTube やってるんですけど、今チャンネル登録者数が何もだその人。まあずっとどやってるんですけど、パソコンオンライン。今ね、チャンネル登録者数がオンライン。今、あれ出てこないな。パソコンオンライン TV か。 今、4万8000人行きましたね。もうちょっとで5万人ですよ、久保さん。パソコンレッスン TV です。パソコンレッスン TV。はい、パソコンレッスン TV ですね。はい、まあ、この人、もともとノウハウコレクターだったんですよ。うんだけど、まあ、もう毎日、もうまあ、この方との音声対談ありますけども、 まあ毎日動画投稿してますね。まあ、今もチェックしてますけど、もう毎日今も,もう習慣化なってるんで、まあ、絶対一日一本は必ず投稿してる感じですね。4万8000人。で、これアドセンス広告収入が今多分30万ぐらいですね。うん。そう。まあ動画も結構あり,ありますから。うん。で、あと回ってる動画はあ何十万回回ってるやつある,あると思いますね。 25万回回してますね。25万回、24万回、23万回、22万回、22万回、19万回、16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 万回、1五万回、1三万回、13万回、12万回、11万回、11万回、11万回、10万回、10万回、9万回、9万回、9万回。まあまあ回してるやつ、まあまああります。で、動画もいっぱいあるんで。うん。そう。じゃあ、じゃあね、じゃあこの人の、じゃあ一番回してる25万回のね、 動画どういう動画かっていうと、Windows 10、音が出ない場合の対処法です。わかりますじゃあ、この Windows 10の、ね、音が出なかった、ね、なんか音消えたぞってなったときに、1人でその問題解決したとするじゃないですか、いろいろ調べてね。じゃあ,あ、自分の問題解決したで終わらせるのか、あれ、待てよと、これって他にも同じような悩みあるんじゃないかなと。自分の悩みっていうのは、 多分他の人にもあるぞと。じゃあこれ自分が今解決した方法を YouTube でシェアしようと。作ってシェアしようと。やり方シェアしようみたいな。ですよね。まあそう思ってシェアするのか、まあビジネス的にシェアするのか、まあその考え方は違いでもやってることは一緒なんで。うん。そう。あと24万回回してるタイトル、もう一つね、これね。 Windows 10無線 LAN、有線 LAN でインターネットに接続する方法です。もう一度言いますね。Windows 10という OS で無線 LAN、有線 LAN、インターネットに接続する方法です。え、ネットの接続方法です。まあ、久保さんのコピペ動画3万回みたいな話ですよね。うん、インターネットに接続する方法ですよ。どうすか。<laughs> じゃあ、この、これが、 めちゃくちゃすごいことなのか、誰にもできないことなのか、この動画を撮ることは不,不可能なのか、多分可能なんですよ。だって接続してるじゃないですか、みんな、大体。うん。なんか接続の仕方って、まあ調べればわかるだろうし、まあやってきただろうし、うん。なんだろうな、経験知識、経験がなくても調べれば出てくる情報ですよ。 だから自分が発信しようと思えば発信できる。じゃあこの人しかこの方法をシェアしてないのかっていうとそうでもなくて他の人も多分ネットで検索すればブログとかでいっぱい出てくるだろうでしょうね。そのネットの接続方法なんつうの、うん。もはや説明書とかにも書いてないですかそのモデムとか買うと。接続方法って、うん。まあ要はそれを何だろうな。 発信できるかどうかっていう、シェアできるかどうかっていうのは、まあ、めちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思いますけどね。うん。はい。まあ、ちょっとなかなかなりましたけど、うーん。本質は変わらないと。はい、昔から。ただ、あの、僕たち、あの、昔は一部の人しかできなかったけど、今は誰でもできるようになったと。 なおかつさ,さらに収益化もそれできるぞと。すごい時代ですよね。はい。いってらっしゃい。